お疲れ様です。9月19日木曜日、正午の相場解説になります、えー。今回の相場解説はですね、反戦と FX 市場という共通点についてお話しようと思います。私は結構ね、この FX 相場のことを船出に例えることが多いんですよ。ですんで、何度も何度もこの話してますんで、もう聞き飽きた方もいると思います。えー、ただ今回は FX オり合い費の動画コンテンツとともに、一般公開動画もね、 えー、このように作っていこうと思いますので今回はあ一般公開動画で FX オリガラヒの、まあ、中のね話をちょっと漏らすという形になりますねはいじゃあね始めていきましょうか、えー、まずね FX ってこのチャートと、うん、移動平均線で示されているこの形がね波に例えられることが多いんですよ波が上がったり下がったりする そういった形ですよね。横ばいの波。ね、これは波が拮抗してる、釣り合ってる状態ですよね。で、ドカーンと高い波があったり、下がる波があったりとかして、まず波形って言いますけどもね、まさに波なんですよ。で、えー、FX で稼げる時っていうのは、このなぎっていう状態ね、波が全くない状態で、ずーっと横ばいの時って稼げないんですよ。上下の幅で稼げるわけですからね。 だから、なぎの状態の時は、まあ、稼げません。ただ見てるだけになっちゃいます。まあ、なぎの状態から、何らかの原因で、ブレイクっていうのはあるんですけどもね、それを狙う方法はあるんですけども、基本的に、上下の動きがなければ、まあ、船で言ったら、なぎっていう状態でね、風もないし、波もないっていう時には、まあ、稼げないわけですよ。反面、嵐の時ってどうでしょうか。もうね、激しい動きが短時間に上下上下で起きるので、 とてもじゃないけどもね、ポジション持ってらんないよってことです。まあ、あればってやつですよね。例えば、今回の FOMC の発表があったりとか、まあ、米国の雇用情勢とかね、雇用調整ってのがね、毎月入りますけども、ああいう時とかね、なんかこう、為替介入があったとかね、もうまさに怪物が出たようなもんですよ。怪物が出て波が高い、ね、不特定多数の強い要因によって価格が乱高下するみたいな時は、 ポジションを持たないのがいいいのがと思います転覆して遭難しちゃいますでちょうど程よく波があって程よく風がある時が一番稼ぎやすくってそういった時にテクニカルっていわゆる通常の航海術っていうのがやっと役に立つんですよだから5分とか1分とかっていう短い足の時はねこれはランダムウォークって言って偶然が支配する場なんでテクニカルはまあ使いません ですんで、1分とか5分、15分でトレードをすることは、まあ、おすすめしないんですよね。で、逆に、長期。1日とか1週間とか1ヶ月みたいな長期で見る場合っていうのは、これもテクニカルが通用しないんですよ。人間のライフルサイクルとは、かなりかけ離れてきますんで、そういったときはファンダメンタルって言って、例えばね、台風がしばらく来るよとかね、しばらくは南回りの風だよとかね。 しばらくは波が穏やかだよみたいな、何らかの、まあ天候もあるんですけども、人口的な要因とかね、国際的な協調とかっていう、決まりきったことが起きた時には、おおむねそちらの方に向かうんですよね。例えば、ロシアがウクライナに侵攻しました。様々な要因で、円安が進み、ドル高が進みました。そういったところがね、2年以上あったわけですけども、こういった時って、 もう進む方向がずっと一方向ですから細かいギザギザはあるんですけども基本的にバイアンドバイアンドバイでずっと勝てるわけですよでそれっていうのは途中で気づく場合もあるし最初から分かる場合もあるんですよねでことが起こる前に分かってる人もいます、まあ、それが私たちの手の出せないような利権を持った人なんですよねこれからロシアがウクライナに侵攻するウクライナに G7 各国から あさまざまなね、あのー、資金援助をしたり武力の援助をしますっていう時にあらゆる通貨を一旦ドルに交換してそのドルでもって資金供給するわけですからドルの価値が上がるっていうふうなことなんですよねだからロシアがウクライナに侵攻するっていう情報を掴んだもしくはそれを仕込んだ人っていうのはドルの証拠金を持っておくっていうことをあらかじめして荒稼ぎするんですよね まあこれは私の想像ですけども、まあでも間違いないでしょうね。はい、余計なこといろいろ言いましたけども、じゃあ9月19日木曜日正午はどうなのかっていうと、FOMC の発表後、見られてますね。特に、アメリカは利下げをするはずだったのに、なぜか大型の予想を裏切ってね、利下げをしたら円高になるはずなのに、円安になってるわけですよ。なんだこりゃ、みたいな感じです。もしかして、 セルにポジションを持っていた人っていうのはほとんど借られてしまったのかもしれませんしこういったことを使って多くの投資家を狩りに出たのかもしれませんよね、まあ、いずれにしてもこういう巨大材料がある時は下手な医療機を出さずにポジションを持たないことっていうふうに FX オリガルヒでは申し上げてますそれが要するに嵐ってことなんですよね なぎの時はポジションを持っていても動かないんで手数料取られるぐらいなんですけども嵐の時ってどうポジションを持っていてもね結局ね全部持ってかれちゃうんですよルーレットで言ったらいろいろベットしたけどもゼロが出たみたいなそんな状態ですよねまあ、ですんで昨日から今日にかけて私はポジションを持たないことをお勧めしてましたもちろんね なんかその乱れたところを狙ってかっさらっていくみたいな方法がないではないんですけども FX オリガルヒ私の解説ではテクニカルを使って勝ち越すことが優先課題であり唯一の課題ですからね、まあ、ですんでこういったあればの時にはポジションを抜くことそしてもう積極的にね相場に立ち入らないことですよこういう時はもうあっちこっち動いてわからないんで,でまさにこういうイレギュラーを狙って 利益を取ろうとする人もいますけども、それがで絶対じゃないわけですよね。どちらかというと、テクニカルの可能性よりも低いわけなんですよ。超反駁地みたいなものなんですよ。うんまあ、ですので、扱わないのが賢明かなというふうに思っております。はい、それで、ここでね、えーまあ、今日の方針ですけども、この時間でまだ方針が全然決まらない、おそらくですよ、おそらく143円を天井にして、 この辺りはね、うん、どっかで下落を落ち着けるんじゃないかなと思いますた。例えばこういうところとかね。こういうレンジができるんじゃないかなと思いますけども、まだ判断材料がほとんど取れないんで、謎の上昇がね、継続されるかもしれないんでね。これはあのテクニカルではもう解釈できません。特に私の勝ち越すテクニカルね。これではもう勝負になりませんので、今日はトレードしない方向ですよ。 まあ船出で言うとこういう状態です、今。で、まだ波がね、荒れていて、しかも怪物がどこからかの海中からまたね、触手を出してくるかもしれないという警戒状態です。だからもうね、あの、おとなしくした方がいいと思います、うん。こういった時にチャンスはありますけども、それ以上のリスクがありますからね。えー、ということで、長くなりましたけども、今日の正午の解説は以上です。また FX オリガルヒの方は、 夕方5時のままとめ解説でお会いしましょう明日金曜日です。今日以上に難しいです。日銀総裁の会見もありますしね。多分日銀の方も今回みたいなことが起きて混乱してるんじゃないですか。はい。では、今回以上です。